昨日公示された衆議院選挙の期日前投票が今日から始まりました。鹿児島市役所では今日午前8時半から衆議院選挙の期日前投票が始まり、有権者が意中の候補者に一票を投じていました。県民のためになるような政治をしてもらいたいと思います。経済対策だね、物価が上がってるから、安くしてもらいたい。県選挙管理委員会によりますと、前回の衆議院選挙では県内の投票者のおよそ4割にあたる29万8032人が期日前投票を行いました。期日前投票所は今後、イオンモール鹿児島や鹿児島大学など県内302カ所に設置される予定です。